今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46って、アイドルグループだよな。そうよね。最近、影山優佳ってメンバーが話題になってるんだぜ。影山優佳さんね。彼女は、東大目指してたんだぜ。え、そうなのね。でも、アイドル活動と両立できなくて、大学受験を諦めたんだって。それは残念ね。ファンも、彼女が大学受験を諦めたことにショックを受けてるみたいだな。確かに、ショックだわ。でも、彼女は、アイドル活動を続ける決意をしたんだぜ。アイドル活動を選ぶって、すごい決断よね。彼女は、アイドルとして成功したいっていう強い意志を持っているんだ。それはよくわかるわ。だから、ファンも彼女を応援してるんだぜ。応援するわ。日向坂46は、選抜制を導入したんだぜ。選抜制って、どういうことなの？メンバーの中から、人気のあるメンバーを選抜して、活動させるシステムだよな。なるほど。選抜されたメンバーは、メディア露出も多くなるし、人気も上がるんだぜ。そりゃ、そうよね。でも、選抜されなかったメンバーは、アンダーライブっていうイベントで活動するんだぜ。アンダーライブって、選抜されなかったメンバーのためのイベントなのね。そうだよな。アンダーライブは、選抜メンバーに負けないくらい人気があるんだぜ。すごいわね。日向坂46は、メンバーの個性も魅力的なんだぜ。こなメンバーが多いわよね。例えば、斉藤京子ってメンバーは、お笑いキャラで人気があるんだぜ。お笑いキャラね。彼女は、さらば森田ってコンビのおきょんって人が、彼女の大ファンなんだぜ。そうなのね。斉藤京子は、グループの中で重要な存在だよな。そうよね。日向坂46は、楽曲も人気があるんだぜ。楽曲も聞いたことがあるわ。特に、3年目のデビューっていう曲は、ファンに人気があるんだぜ。私も、あの曲は好きよ。日向坂46は、これからの活躍が楽しみなグループだよな。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46って、今や超人気アイドルグループだよな。でも、その人気の裏には、いろんな噂があるんだぜ。噂？どういう噂なの？例えば、メンバー募集の真相とか、パクリ疑惑とか、卒業メンバーの謎とか、いろいろあるんだぜ。そんな、詳しく教えて。まず、メンバー募集の真相についてだが、実は、日向坂46は、もともとは、欅坂46、というグループだったんだぜ。欅坂46？ 初めて聞いたわ。欅坂46、乃木坂46の妹グループとして結成されたんだけど、2019年にグループ名を、日向坂46、に変更したんだぜ。なるほど。ということは、メンバー募集も、欅坂46の頃から行われていたってこと？そうだな。ただ、グループ名が変わったことで、メンバー募集の条件も変わったみたいだ。具体的には？欅坂46の頃は、乃木坂46のファンであることや、アイドル経験があることが条件だったんだぜ。へえ。でも、日向坂46になってからは、アイドル経験は必須じゃなくなったんだぜ。なんで？それは、日向坂46が、欅坂46とは異なるコンセプトで活動することを目指しているからなんだぜ。どんなコンセプトなの？日向坂46は、欅坂46よりも、明るく、元気なイメージで活動しているんだぜ。なるほどね。だから、アイドル経験よりも、明るさや元気さ、そして、日向坂46のコンセプトに合うかどうかが重視されるようになったんだぜ。そうだったんだ。次に、パクリ疑惑についてだが、日向坂46は、他のアイドルグループから、楽曲や衣装をパクっているという噂があるんだぜ。え？本当？これは、一部のファンが指摘していることで、公式には否定されているんだけど、各課に、似ている部分はいくつかあるんだぜ。具体的には？例えば、日向坂46の楽曲、キュン、ハ、韓国のアイドルグループトイセの楽曲、に似ていると言われているんだぜ。確かに、似てる気がするわね。他にも、衣装が、他のアイドルグループの衣装に似ているという指摘もあるんだぜ。なるほどね。でも、これはあくまで噂であり、公式には否定されているので、
真偽は不明なんだぜ。そうなのね。最後は、卒業メンバーの謎についてだが、日向坂46は、結成からまだ数年しか経っていないにもかかわらず、すでに数人のメンバーが卒業しているんだぜ。そうなのね。なんで、そんなに早く卒業するんだろう？卒業理由は、メンバーそれぞれ違うんだけど、中には、学業や仕事に専念するためという理由で卒業するメンバーもいるんだぜ。なるほど。ただ、中には、卒業理由が明かされていないメンバーもいるんだぜ。なんで？これは、メンバー本人の意向や、事務所側の判断によるものだと言われているんだぜ。気になるわね。真相は不明だけど、卒業メンバーの今後の活躍を期待するしかないよな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、日向坂46の話題で盛り上がってるよな。特に、金村美久と小坂直の不仲説が話題になっててさ。そうよね。ネットでもいろいろ言われてるみたいで、気になってたの。本当はどうなの？噂によると、二人は仲が悪いんだってな。金村美久が小坂直に対して不満を抱いているとか、小坂直は金村美久を避けているとか、いろいろ言われてるんだ。本当？でも、二人とも仲良くしてるように見えるんだけど。そう見えるのは表向きだけだ。実際には、二人の間には隠盛りがあるんだってな。なんで、そんな確執があるの？理由はいろいろあるみたいだけど、一つには、二人の性格の違いが挙げられるんだ。金村美久は、明るい性格で、よく喋るタイプなんだ。一方、小坂直は、内向的な性格で、あまり喋らないタイプなんだ。確かに、性格は対照的だもんね。この性格の違いが、二人の関係性に影響を与えているんだ。金村美久は、小坂直が自分の話にあまり反応してくれないことに不満を感じていて、小坂直は、金村美久の明るさに疲れてしまうんだってな。なるほど。他にも、二人はグループ内での立ち位置の違いも関係しているんだ。金村美久は、グループ内でも中心的な存在で、人気も高いんだ。一方、小坂直は、グループ内での存在感はあまりない。そうか。金村美久は、小坂直が自分よりも目立たないことに不満を感じているんだってな。小坂直は、金村美久の輝きに劣等感を抱いているんだって。それは、辛いよね。だから、二人の間には、隠盛りが生まれてしまったんだ。でも、最近は、二人の関係性が改善されているって聞くけど、本当？それは、真相は不明だ。やっぱり、真相はわからないのね。ただ、二人の間には、隠盛りがあったことは事実だ。そうか。噂によると、二人の隠盛りは、グループ内での活動にも影響を与えているんだってな。どういうこと？例えば、二人のソロ活動は、それぞれ別の事務所が行っているんだってな。そうなの？これは、二人の隠盛りが原因で、二人のソロ活動が別々に管理されているって噂だ。本当なら、それは、大変な問題ね。他にも、二人の関係性は、グループ全体の雰囲気にも影響を与えているんだってな。どういうこと？二人の隠盛りが原因で、グループ全体に緊張感が漂っているんだってな。それは、悲しいわね。二人の関係性は、日向坂46の未来にも影響を与える可能性があるんだ。そうね。今後の二人の関係性に注目だ。そうするわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46の金村美久さんと小坂直さんの関係について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、金村美久さんと小坂直さんの関係について、不仲説が流れてるみたいだな。そうなのね。ネットでもよく見かけるわ。でもさ、実際は仲良しなんだぜ。二人の関係は、表面的にはちょっとクールに見えるかもしれないけど、実際は深い絆で結ばれてるんだ。そうなの？意外ね。例えば、二人はよく一緒にご飯を食べに行ったり、プライベートでも連絡を取り合ったりしてるんだ。でも、表向きはあまり仲良しアピールはしないみたいだな。なるほど。二人とも大人だから、プライベートなことは、あまり公にはしないのかもしれないわね。そうとも言うけど、実は二人とも、お互いのことをすごく気にかけてるんだぜ。
具体的に教えてくれる？例えば、小坂なおさんが体調不良で休んだ時、金村美久さんはすごく心配してたんだ。ブログで、小坂なおさんのことを気遣う言葉も書いてたな。そうだったのかしら。優しいわね、金村美久さん。そうなんだぜ。金村美久さんは、普段はクールに見えても、実はすごく優しいんだ。小坂なおさんに対しても、愛情深く接してるんだぜ。ふふ、意外な一面ね。だから、二人が不仲だなんて、全くのデマだぜ。むしろ、二人の関係はすごく強いんだ。そうか。安心したわ。それに、二人はお互いに尊敬し合ってるんだ。小坂なおさんは金村美久さんのダンスの実力に憧れてて、金村美久さんは小坂なおさんの歌声に惚れてるんだぜ。素敵ね。お互いに刺激し合ってるのかしら。そうとも言うけど、実は二人とも、お互いのことをすごくライバル視してるんだぜ。そうなの？二人とも、アイドルとしてトップを目指してるんだ。だから、お互いを意識し合って、切磋琢磨してるんだぜ。なるほど。二人とも、すごく努力家なのね。だから、二人の関係は、ただの仲良しというよりも、もっと深いものなんだぜ。お互いを高め合う、切磋琢磨し合う、そんな関係なんだ。素敵ね。二人の関係、もっと知りたいわ。二人の関係は、これからも発展していくと思うぜ。これからも、二人の活躍に期待しようぜ。うん。応援していくわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46って、アイドルグループだよな。そうよね。最近は、よく耳にするわ。最近、日向坂46が話題になってるんだが、お前は知ってるか？なんかあったの？最近、日向坂46のメンバーが、いろいろ言われてるんだぜ。どういうこと？例えば、川田陽菜ってメンバーがいるだろ？うん、知ってるわ。あの子、山口県出身なのに、福岡県出身って言っちゃったんだぜ。そうなの？そうなんだ。ファンからしたら、ショックだったみたいだな。それはショックだわね。他にも、影山優佳ってメンバーがいるだろ？うん、知ってるわ。あの子は、大学受験を諦めたって、公表したんだぜ。なんで？アイドル活動に専念するためだって。なるほど。他にも、日向坂46は、いろいろ問題を抱えてるんだぜ。具体的に言うと？例えば、メンバー同士の不仲とか、事務所とのトラブルとか。そんなことあるの？あるんだぜ。信じられないわ。日向坂46は、表面的には、明るいイメージだけど、実際は、そうでもないみたいだ。そうなんだ。日向坂46は、これからどうなるんだろうな。どうなるのかしら。日向坂46は、まだまだ発展途上だと思うぜ。そうよね。日向坂46の今後の動向に注目だな。注目するわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46のドラマ、部下愛で斉藤京子演じる主人公、部下愛の涙の意味について解説するぜ。よろしくお願いするわ。親愛の涙は、ドラマの重要なモチーフの一つで、様々な解釈ができるんだぜ。そうなのね。どんな意味があるのかしら？一つには、親愛が抱える心の傷を表していると言えるだろうな。彼女は過去に辛い経験をしていて、その心の傷が涙となって表現されているんだ。過去に辛い経験？具体的にはどんなことだったのかしら？ドラマの中で詳しく描写されているわけではないんだけど、親愛は幼い頃に両親を亡くしているんだ。その出来事が彼女の心の奥底に深い傷を負わせていると考えられるんだぜ。両親を亡くした経験は、確かに辛いものよね。でも、それが涙となって表現されるのは、なぜかしら？それは親愛が感情表現を苦手としているからだろうな。彼女は自分の気持ちを言葉でうまく表現することができない。だから、涙という形で心の傷を表現しているんだ。なるほど。深愛は感情表現が苦手なのね。だから、涙で気持ちを表現するのかしら？親愛は自分の気持ちを表現する手段として、涙を選んでいるんだ。彼女は涙を通して、自分の心の痛みを周囲に訴えようとしているんだぜ。深愛は、涙を通して、
自分の心の痛みを訴えようとしているのね。でも、なぜ涙なの？他の方法はないのかしら？真愛は涙以外の方法で自分の気持ちを表現することに抵抗があるんだ。彼女は過去に傷ついていて、自分の気持ちをオープンにすることを恐れているんだ。深愛は傷ついていて、自分の気持ちをオープンにすることを恐れているのね。だから、涙でしか表現できないのかしら。真愛の涙は、彼女が抱える心の傷を表しているだけでなく、彼女の成長過程を表しているとも考えられるんだぜ。成長過程？どういうことかしら？真愛はドラマの中で、周りの人との出会いを通して少しずつ心の傷を癒していくんだ。そして、涙も少しずつ減っていくんだぜ。周りの人との出会いを通して、心の傷を癒していくのね。深愛は成長していくのかしら？真愛の涙は、彼女が抱える心の傷だけでなく、彼女の成長過程も表していると言えるだろうな。ドラマを見る上で、真愛の涙の意味を深く考えてみるのも面白いだろうぜ。深愛の涙は、いろいろな意味があるのね。深く考えさせられるわ。もう一つ、真愛の涙は、ドラマのテーマである、愛、と深く関係しているんだぜ。愛と関係している？どういうことかしら？真愛は周りの人々に愛されることで、自分の心の傷を癒していくんだ。そして、周りの人々への愛を涙で表現するようになるんだぜ。深愛は、周りの人々に愛されることで、自分の心の傷を癒していくのね。そして、周りの人々への愛を涙で表現するのかしら。真愛の涙は、彼女が周りの人々への愛を表現する手段となっているんだ。彼女は涙を通して、周りの人々への愛情を伝えるんだぜ。深愛は、涙を通して、周りの人々への愛情を伝えるのね。深愛の涙は、周りの人々への愛を表現する手段になっているのかしら。真愛の涙は、彼女が抱える心の傷、成長過程、そして周りの人々への愛を表している。このドラマでは、真愛の涙を通して、愛や心の傷、そして成長について考えさせられるんだぜ。深愛の涙は、いろいろな意味を持っているのね。深く考えさせられるわ。真愛の涙は、ドラマの重要なモチーフであり、様々な解釈ができる。ドラマを見る上で、真愛の涙の意味を深く考えてみるのも面白いだろうぜ。深愛の涙は、いろいろな意味があるのね。深く考えさせられるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46の柿崎めみの卒業理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、柿崎めみが日向坂46を卒業した理由は、改名に不満があったって噂があるんだぜ。改名に不満ってどういうことなのね？柿崎めみは、もともとは、柿崎めみって名前で活動してたんだぜ。でも、グループ加入後に、影山優香って名前に改名させられたんだ。え、なんで改名させられたの？理由はよくわかんないんだけど、事務所の戦略だったんじゃないかな。事務所の戦略？そうだな。グループのイメージとか、ここのメンバーの売り出し方とか、そういうのを考えて改名するケースはよくあるんだぜ。なるほど。でも、柿崎めみは、改名に納得がいかなかったみたいなんだぜ。納得がいかなかったって、具体的には？例えば、改名によって自分のアイデンティティが失われたと感じたとか、事務所の戦略に疑問を感じたとか、そういうことじゃないかな。そうか。それに、改名によってファンからの反発もあったみたいなんだぜ。ファンからの反発？柿崎めみのファンの中には、改名に反対する人もいたんだぜ。改名によって、自分たちの好きな、柿崎めみ、じゃなくなってしまったと感じた人もいたみたいだ。それは辛いわね。改名によって、柿崎めみは、精神的に追い詰められていったみたいなんだぜ。精神的に追い詰められるって？例えば、ストレスを感じたり、不安になったり、そういうことだな。そうか。結果的に、柿崎めみは、日向坂46を卒業することになったんだぜ。改名に不満があったことが、卒業の直接的な理由だったのね。直接的な理由は、事務所との契約上の問題だったみたいだけど、改名に不満があったことが、卒業を決意させた一因だったんじゃないかな。事務所との契約上の問題？事務所との契約って、いろいろあるんだぜ。例えば？例えば、
活動期間とか、報酬とか、そういうことだな。なるほど。事務所との契約で、柿崎めみは、改名に納得していなかったんじゃないかな。そうか。契約上の問題と改名への不満が重なり合って、柿崎めみは、卒業を決意したんじゃないかな。なるほど。まあ、実際には、柿崎めみ本人にしか本当の理由はわからないんだけどな。そうよね。でも、改名に不満があったことが、卒業の一因だったんじゃないかと考えるのは、自然な流れだと思うぜ。そうね。改名は、アイドルにとって大きな決断なんだぜ。そうよね。自分の名前を変えるということは、自分自身を変えるということでもあるんだぜ。深いわね。柿崎めみは、改名によって大きな葛藤を抱えていたんじゃないかな。そうかもしれないわね。改名という問題を通して、アイドルの苦悩や葛藤を感じることができたと思うぜ。そうね。改名は、アイドルにとって、決して簡単な問題じゃないんだぜ。そうよね。アイドルは、常に、事務所の戦略やファンの期待に応えなければいけないんだぜ。そうよね。でも、アイドルも人間なんだぜ。そうよね。アイドルだって、悩みや葛藤を抱えているんだぜ。そうよね。アイドルの苦悩や葛藤を理解することが、アイドルをもっと好きになることにつながると思うぜ。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46って、今や人気アイドルグループだよな。でも、最近勢いが停滞してるって声も聞くんだぜ。そうよね。以前は、勢いがあったように感じるんだけど、最近は、ちょっと違うような気がするわ。その原因はいくつか考えられるんだぜ。まず、メンバーの卒業が続いていることが挙げられる。田野あきりとか、影山優佳とか、人気メンバーが次々と卒業していくのは、ファンにとってもショックだろうし、グループ全体の勢いにも影響するよな。確かに、メンバーの卒業は、グループにとって大きな変化よね。特に、人気の高いメンバーの卒業は、ファンにとって、悲しい出来事だわ。それに、新しいメンバーの加入も、グループ全体の勢いに影響しているかもしれないんだ。新しいメンバーが加入すると、グループの雰囲気や、ファン層が変わってくる可能性もあるんだよな。新しいメンバーが入ると、グループ全体の雰囲気も変わってくるわよね。ファン層も、新しいメンバーに惹かれて、変化していく可能性もあるわね。あと、楽曲の傾向も、グループの勢いに影響しているかもしれないんだぜ。最近の楽曲は、以前と比べて、大人っぽくなった印象を受けるんだけど、これが、一部のファンには受け入れられない可能性もあるんだよな。楽曲の傾向が変わると、ファン層も変わってくる可能性もあるわよね。以前の楽曲が好きだったファンは、新しい楽曲に戸惑ってしまうかもしれないわね。さらに、メディア露出も、グループの勢いに影響する要素の一つだぜ。最近は、テレビ番組への出演機会も減っているし、露出が減ると、当然、ファンも減ってしまうよな。メディア露出が減ると、ファンは、グループの存在を忘れがちになるわよね。露出が増えることで、ファンは、グループの活動を常に意識することができるわ。日向坂46は、これからどうなっていくのか、注目しているぜ。今後の日向坂46の動向に注目したいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46って、今や人気アイドルグループだよな。そうよね。最近は、テレビでもよく見かけるようになったわ。でも、よく考えたら、日向坂46って、一体何がそんなに魅力的なのか、改めて考えてみたんだ。確かに。私も、なんとなく見てるけど、具体的に、何が魅力なのか、よくわかってないわ。まずは、日向坂46のメンバーの個性だよな。個性？具体的に言うと？例えば、キャプテンの佐々木久美とか、めちゃくちゃ面白いんだぜ。佐々木久美さん。確かに、バラエティ番組で見かけることが多いわね。彼女は、天然キャラで、よく変なことを言うんだ。変なことを言う？例えば？例えば、前にテレビ番組で、私は、自分が天才だと思ってるんです、って、言ってたんだぜ。ええ、そうなんだ。
しかも、その発言が、全く嫌味なく、むしろ可愛く聞こえるんだ。確かに、佐々木久美さんって、すごく明るい雰囲気よね。他にも、メンバーそれぞれに個性があって、見てて飽きないんだ。そうよね。それぞれの個性が出てて、見てて楽しいわ。それに、日向坂46って、歌もダンスも上手いんだよな。確かに、パフォーマンスは、すごく魅力的よね。特に、ライブパフォーマンスは圧巻だよ。ライブに行ったことがあるんだけど、本当にすごい迫力だったわ。日向坂46のライブって、メンバーの笑顔が印象的だな。確かに、メンバーみんな笑顔で楽しそうで、見てるこっちまで楽しくなるわ。あと、日向坂46って、ファンとの距離が近いのも魅力の一つだな。ファンとの距離が近い？どういうこと？例えば、握手会とか、ファンミーティングとか、頻繁に開催してるんだぜ。そうなんだ。ファンとの交流を大事にしてるんですね。ファンとの交流を通じて、メンバーもファンも、お互いに元気を与え合ってるんだ。それは素敵な関係よね。だから、日向坂46って、ファンから愛されるアイドルグループなんだ。確かに、日向坂46のファンって、すごく熱心よね。日向坂46は、メンバーの個性、パフォーマンス、ファンとの距離の近さなど、様々な魅力を持っているんだ。なるほど。改めて、日向坂46の魅力が分かったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。